自分でネットで買えばいいじゃん。兄貴はな、連絡手段がないのよ。あ、俺に？よく言うよ。兄貴が俺と連絡手段取れねえわけねえだろ。最終的には。佐野さんから買ったといえば箔がつく。そのウーマナイザーに箔はないからね。バカなのか、ほんと。やめれや、ほんと。だから使う相手が俺のこと知らねえのか知ってんのかどうなんだよ。ま、あれだんべ、マサ、あのレディースに使おうとしてんな。また嫌われるよ。やめとけ。それ、チャンマンとこにあったやつでしょって言われて、却下されっかんね。うん。いや、だから自分で買えばいいんだよ。その、気に入った女子がいたら。うん。そんなチャンマンから買ったとか言われても、だから、あの、今ほらウーマはさ、ちょっとあのネット界であのブレイクしてるから、ちょいちょい、まあまあ2万でもいいやって思って買ってみただけよ。ただ使う相手はいないけどね。今見てます、楽天でっても勝手にやれや。そこは俺は否定はしないし、好きにしたらいいんじゃない？いや、こんなこと言うとあれだけど、本当はね、まあ、こそっと坊ちゃんに使いたかったんだけど、坊ちゃんに振られたから、もう使う相手いなくなっちゃって、一度も使わずじまいでした。はい。ひいひい。振られたおじさん、おつー、みたいな。名前もいらっしゃい。サッカー負けました。まあ俺見てないからね。違う、使ってないよ、ぶっちゃん。あのよって、これよって、で指当てて、吸い付き具合見てみっつって言ったら、わーっとか言って、何これって言ったぐらいで終わってるから。うん。私の決め堂でよければお貸しします。ウンダベストやって。兄貴、そこは、ウンダベストやってください。もう、俺はいいんで、はい。それか、もしくは、聖書あたりとやって、了解ですんで、了解してんのかよ。やるんかい。ほんと。おかしいだろ、それ。アホかもな。まあいいけどよ、相変わらずみんな元気だなと思って。いつ使うかわからないから、充電だけはしといた方が
そうだよな。あいつに使ってみてんだよな。あいつまた呼んだら来るかな、大阪。なんだっけ、金梅の元カノ。名前も忘れちゃったけどよ。なんだっけ、あれ。いや、金玉じゃねえ。あ、玉ちゃん？ああ。玉とか来たら使っちゃおうか。別に、俺別に玉嫌いじゃないんだ。嫌いじゃねえけど、ちょっとせこいとこがあってさ。ダメダメ。あの和歌も、また持ち帰るから。いや、これは俺が買ったやつで、俺が置いてあるやつだから、それ泥棒になっちゃうから。トモネーは、喜ぶかも。ダメだよ、あれ、旦那いるから、おめえ。あんなのに使ったら。坊ちゃんに使って、坊ちゃんは、だって坊ちゃんも俺のこと、カットマンだから、しゃあねえべや。せめて北海道のみーちゃんに、そういやみーちゃん、ここのとこ連絡してこねえの。あれもうメンヘラだからよ。かけてきたり、LINE な。黙ってたりで。シャンマンに LINE 通話かけてくる人ってほとんどいないんだよ。なんか知んねえけど。まあいいんだけどね。こっちからかけることってほとんどねえから。まあミーちゃん呼ぶと来ちゃうから。まあでも、いろいろあるんじゃない？元気な時だったらいいけど、今元気じゃないんじゃない？いろいろありますよ。だから俺はあんまり、こっちから、久子さんは？あれはダメだよ、おめえ。おじさん。ひーちゃんはダメ。もう、だっていつも俺に、上からマウント取ろうとするから、めんどくせえな、この女、と思って。おい、ハゲって始まるじゃん。あれ、おいハゲっていう人もう一人いたんだけど、足が折れてもマウント多分そうだと思うよ。大変なんだよ、いろいろ。温泉のこともあるし。あいつんちの庭に温泉掘るのはやめよう。怒られんだよ、勝手に俺らでユンボでよ、穴掘ってよ、ガン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 やってたら。露天風呂だろ、庭に。ダメだっつうの、あれ。そんなの一日で作れちゃうけどよ。コンクリさえ固まりゃな。やだやだ。恐ろしいやだ。だってお前考えてみろよ。人んちのよ、実家の庭によ、勝手に押しかけてってよ、穴っぽく掘ってよ、ここ温泉作っちゃいますから、みたいな。
おかしいだろ、もう。通報されてもおかしくないで。人んちなんだからよ。頼んでもいねえ。なんか意味わかんねえ集団が来てガン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 やってよ。なあ。まあ前にひーちゃんに言ったけど、なんか笑ってたけどね。最終的には好きにしろとか言いそうなところが怖いんだけどね、あの人の性格上は。